幸せな一人ぼっちは2015年のスウェーデンのコメディドラマ映画。監督はハンネス・ホルム、出演はドルフ・ラス・ゴードとバハール・パルスなど。原作はフレドリック・バックマンの2012年の同名小説で妻を亡くし、職務を失って生きる希望をなくした59歳の偏屈で孤独な男が近所に越してきたイラン人女性とその家族との交流を通じて、 再生していく姿をユーモアを交えて描いている。第89回アカデミー賞では、外国語映画賞とメイクアップヘアスタイリング賞にノミネートされた。最愛の妻、ソーニャを亡くしたばかりの59歳の男オベは、口うるさい偏屈な老人として近所から煙たがられている存在である。ある日、43年勤め続けた鉄道会社をクビになったオベは、 生きる希望を失い、首をつって、死のうとするが、迎えに越してきた、イラン人女性、パルバネとその家族の創造しさに自殺を邪魔を、されてしまう。以降も、陽気な彼女の遠慮のない言動に何度も自殺を、邪魔されたオーベは、彼女の存在を疎ましく思うが、彼女とその家族と接するうちに徐々に心境に変化が、生まれてくる。その一方で、 オーベは幼い日の亡き父とのつつましくも、穏やかだった生活や若き日のソーニャとの運命的な出会い、彼女との幸せな日々、そして二人に起きた悲劇を思い出す。本国スウェーデンでは同時期に公開されたスター・ウォーズ・フォースの覚醒を抑えてボックスオフィスのトップとなり、160万人を超える動員を記録してスウェーデン映画史上歴代3位となる。 工業成績を受立したほか、ボックスオフィスで5週連続1位を記録し、口コミでの評判で5ヶ月を超えるロングランとなった。また、スウェーデンの映画賞であるゴールデンビートル賞で主演のロルフ・ラッス・ゴードが本人にとって2度目となる主演男優賞を受賞したほか、第89回アカデミー賞では外国語映画賞とメイクアップヘアスタイリング賞にノミネートされた。 ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、幸せな一人ぼっちの愛すべき誠実さ、そして主演のロルフラッスゴードの深い悲しみを称えた、高質な演技が過度な干渉に陥らないようにしている。であり、115件の評論のうち高く評価しているのは90%に当たる104件で、平均して10点満点中7.19点を得ている。メトクリティックによれば、 21件の評論のうち、高評価は18件、賛否混在は3件、低評価はなく、平均して100点満点中70点を得ている。ありがとうございます。